アーセナルしっかりカーセラルを狙ってるらしい。あれどうするんだろうね。だって、ジャカがワンチャン残るかもしれないみたいな。でもジャカいなくなったとしても、ライス解説を取ってきて、ライスがジャカのところ入って、で、カイセドがアンカー兼インサイドハーフ兼偽サイドバックですかみたいな。だから、ファイト使えないときに解セドそこみたいなのもあるから。カイセドって前のアーセナル移籍の噂上がった時にはまだサイドバックそんな、そんなときやってなかったと思うんだよね。俺が見てない試合で昔やってたりはあるかもしれない。今季セド基本中盤で。 サイドバックやるんだみたいな。アーセナルがサイドバックとして使うっていうような実績残した感じじゃなかったかなただね、ま、ホワイトいないとき、トミヤスいないとか、トーマス、ジョルジーニョどっちもダメみたいなときとか、スミスローがまだ毛が戻れない、ライスいないってなったときとか、このインサイドバック、アンカー、サイドバック、どこで出しても、しっかりパフォーマンスしてくれるっていうのはすごいよね。だから、カイセド、ライスの、カイセドライス取ったらカンセロいらないけどな、絶対。ライスはバイエル。あ、ライスバイエルになってきたのもうそう。あ、そっちになったんだ。 行くかねイングランド人バイエルン。まあ、あれか。ウェストハムが国内に売りたくないです。ライスバイエルンに近づいてる。ライスいいのかねそれで。結構嫌じゃないイングランドからドイツって。文化かなり違うじゃん。だって。カンセル・アーラードの両サイドバックは確かに怖いもの見たすで見たいですね。マーノはカンセロ・バルサかもってツイートした。たバルサは一回カンセルを狙おうとしたけど、 シティが断ったみたいな。お得意さんだし、いいじゃないっていう,うに思ったんだけどね。ナイスは UCL あるから、今出てる情報化施設。する。こういう時ってね、国外に売りたい気持ちあるよね。あの、あれ、ケインもね、ユナイテッド行かれるよりはマドリー。ね。マドリーだったらね、まだあるんだけど。こういうのに上を押すのが楽しいからね。シャビはカンセロもネベスも求めてないみたいです。ネベスはずっとね、断ってるというか、カンセロ求めてないんだ。誰とバトってんだろうね、それ。ラポルタなのかなアレマニーなのか。 ママのがカウンセロの代人とアーセナーでちょくちょくまだ連絡を取り合ってるって言ったからアーセナー遺跡の可能性全然あるらしいです。ええー、じゃあ荒れってた、カウンセロなんだ。荒れってたかなと思っちゃうよね。やっぱシティで絡んでるからね。普通なら、ね。いや、カウンセロはちょっと守備のとこ厳しい。だってね、一番アーセナルうまくいってる時の方がさ、ホワイト、サリバー、マグレアンイス、ジンチェンコか、まあ僕は富スの時の方がいいと思ってるんですけど、現に負けてないしなの時。一気に全部崩れるからな。 いや、だいたいこういうのエドゥーって言われるけど、ただエドゥーが求めてたとしても、アルテタがマネージャーの権限持ってて、いや、それはちょっと無理だってって言わないかね普通ならシティで一緒にさ、やってるわけだ。やってたよねいたよねカンセラって。あの時から。入れ替わってきてないよね一緒にいた時期あるよねそう、カンセラ控えだとね、ちょっとごねるっていうのもあるしな。アルテタとカンセラ半、半期しか被ってないのか。そう、カンセロウイング。でも左上だって、サカマルディネイディってトロサールもいてさ、スミスローね、ウイングでも使えるし。 アセンシオとかね、ジャカの後まで見たいっちゃ見たいですけどね。で、カンセロは本当に良くてウィングバックス。ウィングバックか、うん、ウィングがいいと思いますね。逆になんでセサイドバックで使ってるんだろうみたいな。なんでサイドバックを適材適所っていうかポジショニング。あれ最初にカンセロサイドバックだねって言った人誰なんだろうね。ベイルも元はサイドバックって言うけど、元のサイドバックが間違ってたからっていう。カンセロ超自由人よね。 ハービーバンドそのままレスターで僕は、あの、ウィングなんだけどバーディーの後釜になんのバーンズだと思ってますけどね。裏抜けのタイミングいいし、無理もできるし、守備もするし。ロマーさんがジャカイセキ計画通りってやいてる。ナイスカイセドがプレミアのボール出し数1位2位なんだっけやっぱフィジカル的に守備技術の重要性とね、そこでボールしっかり持って自分で仕掛けられる選手たちだからね。らそこの補強がすごくいいからね。ナイスカイセドで、時々ね、ロコンガとかキビオルとかやらかすからなだから。 それは誰もわかんないよね。誰がそれ悪い方の補強やってんだろうみたいな。うん、カンセラーの場合は、あれですけどね、普通にウイングとして上手いから、普通に使い続けたらグリエリッシュより活躍してる可能性あると思ってるんだよ、ウイングで。でもカンセラーは本当にもう天才だと思う。普通に上手いからめちゃくちゃ。ただ守備ってそことは違うからね、仕事人的な能力が必要になるから。 スウェルが来たことでカンセロの序列はより一層厳しいでしょうね。だから見ててもやっぱりセンターバックの背中守る守備がめちゃくちゃ苦手だから。ていうか、苦手って言葉すらカンセロにはちょっと評価高くて、そこに対する意識がゼロ。うん。そう、だからもう、うん、化粧苦手とかじゃなくて化粧する気ないって感じ,じゃない。ごまかす気がないっていうか、こういうクロスが入ってくるときに、ここにフリーの人いても普通平気なんだよね、カンセロは。 だからカンセロはね、これもうただのもう強烈批判じゃなくて、ここの選手なのよ。アーノルドは頑張ってるけど苦手って感じになってきた最初。でカンセロは、アーノルドよりも攻撃面は器用なんだけど、器用であの、クロスの上手さとかじゃなくて、全体的な判断とかね、足元のあの、プレス体制とか、もっとね、ほんとなんか、不思議ちゃんというか、 サッカー上手い子供の感じがすごいんだよね。ね最後まで聞いてくれてありがとうございます。よかったらいいねチャンネル登録して帰ってください。また一緒にいろいろサッカー界の話を中心に喋りましょう。ありがとうございました。バイバイ。